やるか。ルフィがカタクリをミロワールドに引き込んだ直後、サンジはサニー号に合流。なんちゅう船や。空を飛んで敵の包囲を脱するとは。じゃがビッグマムの食い患いは。サンジがウェディングケーキを作って戻るまで逃げ切らねえとダメなんだな。ジンベ、聞こえるか。ルフィ無事なの。まだ船に鏡があるだろう。男部屋とか風呂場とか全部割れ。何言ってんの。そ、早くしねえと敵がそっちになだれ込むぞ。俺一人じゃ止めきれ。さっきの強い奴が目の前にいる。こいつ一人に集中さ。みんな鏡終わって。だけどルフィの邪魔をしたい。That's right, the captain said that shit. I'm gonna need y'all to follow in suit. Alright, let's focus on this real quick.That was pretty dope. I didn't fight. On the basic map with the rest of the passing berries we have. Yep, I'm good with this setup. Which means no, it's too strong. I'm good with this setup.お前は俺には勝てん。無駄だ。無駄な悪あがきはやめるんだ。なんせ、うちに負けるか。
Alright, that was pretty good. That was pretty quick, too. なんとか10分逃げ切らねえと。吐きなしじゃ絶対かなわねえ。えっ、まあ、ここなら吐きが回復するまで休めそうだ。ありがとう。フルレだよ。大体何のつもりだい。ここはもう鏡の外だ。いる滝は消耗するもんだ。長期戦になればあいつの見聞色も必ず弱くなる。バカに見えて戦闘のことには頭が回るのね。でもそれじゃダメだ。見聞色、武装色、覇王色、なんとか2年で基礎までは叩き込んでやるつもりだ。The color of observation, that's the permission shit, right? ダメだ。おう、望むところだ。よろしく、おっさん。よろしくお願いします、レイリーさん。いや、レイリー先生。師匠。いつかレイリーが言ってたんだ。強敵と戦うほど、俺にも見えるかな。少し未来。あいつを超えたい。俺、全力のあいつに勝ちて、10億の男に。質問に答える。なぜ戻ってきた。逃げたと言われる。それとも実力の差に気づく。傘下に入れてほしいと懇願に来た。前に勝ちに来た。俺に勝ちに来た。そんな選択肢は用意していない。本気でやろう。だんだん俺の剣文書に近づいて。お前にも攻撃は当たるんだ。すげえのは持ちの能力じゃなくて剣文書なんだろう。ああ、俺は効率よく避けているだけ。マジで未来を見れば。Yeah, so sorry, I haven't really been like on it the last couple days. それを見極めたところ。As far as streaming, お前がかける道理はない。ここまで長引くとは。I went to my I don't really socialize much. I have anxiety, so I just don't like to tip a lot out. So I just decided to go ahead and take a quick break. We all back on it. And actually, I'm going back there for New Year's. そうに消さねえと万が一もある。落ち。Dude, that's some. I remember that. I remember her though. From the anime. Trife. Wait, that's not how it went. That's not how it went down. 何がおかしいんだ、お前ら。男の勝負に薄っぺらい援護などするな。悪かった。針一本に気づけなかった俺も間抜けだ。海賊の勝負に卑怯なんて言葉はねえ。避けきれなかった俺が悪い。ならば麦わら、これで。ああ、そうだ。終わりか。受けて立とう。
これでもしお前が。もう答えた。よっ、フォース。I really want to try out Snake with you. Snake Man! We're gonna be in his city, y'all! さっきと少し違うようだ。さっきより早い。Yo, my phone's getting spoiled. So you go! Ugly one! King of Cobra! Don't get it, watch! Gah!
Down. いつかお前はビッグマムを倒しに来るのか。もちろんだ。俺は海賊王になる男だ。ずいぶん未来を見てやがる。Down.We did it! We're the greatest! Also, I like that pimp hat. Oh, huh. S.A. What? Alright, what up?Oh shit, we could play as Big Mom. カタクリに勝利し、ミロワールドから脱出した満身創痍のルフィを待ち構えていたサンジが担ぎ、二人は仲間たちの元へ急ぐ。しかし、行く手をビッグマム海賊団の大軍に阻まれ、万事休すかと思われたその時。奇遇だな、サンジ。俺たちもこいつらに一泡吹かせたいと思ってた。一時たち、ジェルマ W6 の援護で窮地を切り抜け、逃走を再開するルフィとサンジ。見えたぞルフィ、サニー号だ。ルフィたちは無事サニー号にたどり着き、仲間たちと再会を喜び合う。一方、プリンは一人町の路地裏で座り込んでいた。なんて美しい瞳だ。よし、調理開始だ。完成だ。ビッグマムを止める最強のウェディングケーキ。プリンちゃん、ルフィが鏡から出てきたら君とはここでお別れだ。俺のフィアンセ役はプリンちゃんでよかった。おい、サンジ、サン、最後に一つだけお願いがあるの。This shit even got me tearing up, y'all. I'm too emotionally invested in One Piece. This 最後のお願いって何？サンジ奪還を果たしたサニー号は、トットランドを脱出すべく速度を上げる。Shit, I'm glad you guys didn't see me during the during the Marine Fort arc. That was a lot. Oh shit, Land of Wano, which is the current arc that we are on. So I kind of definitely want to see how far it goes. I wonder if it surpasses the anime. 数々の困難を突破し、サンジを奪還したルフィたち麦わらの一味、ビッグマムの縄張りから脱出を試みるが、敵の激しい追撃を振り切れずにいた。一方、ウェディングケーキ運搬を任されたベッジは、食い患いのビッグマムをルフィたちから遠く離れた島まで誘い出すことに成功する。ここまで引きつければ問題ない。野郎ども、撤退だ。あとはクロワシとプリンのケーキの味次第。死ぬほどおいしい。これこれ、ウェディングケーキ。ウェディングケーキの甘みに満足し、正気を取り戻したビッグマン。直ちにルフィたちへのさらなる追撃を開始する。大艦隊に包囲され、ここまでかと思われたその時、ルフィたちを救うべく現れたのは太陽の海賊団だった。彼らはかつてのジンベエの仲間であり、ジンベエはたまらずルフィにしんがりを願い出た。ルフィ、わしゃあいつらを置いてはいけん。
この船の最後尾、わしに務めさせてくれ。忘れんな、ジンベ。お前の船長はもう俺だぞ。死んでも死ぬなよ。ジンベエたちの尽力により、ルフィたちはビッグマムの縄張りを脱出。ゾロやキンエモンの待つ次なる目的地、ワノ国を目指す。その途上、ルフィは世間から再び大きな注目を集めていた。四皇の一角に大打撃を与え、その幹部をも倒したことで賞金額も。ちょっと待ってください、ルフィさん。あなたの懸賞金額15億ベリーですよ。その頃、ルフィを取り逃がしたビッグマムワノ国を支配する百獣海賊団の長カイドウと密談していた。いいね、麦わらの首は俺が取る。邪魔すんなよカイドウ。あの小僧に恨みがあるのは俺だ。来るなら殺すぞリンリン。一方、先にワノ国に潜入していたゾロ、ウソップ、ロビン、フランキー、彼らはキンエモンの指示でカイドウの動向を秘密裏に探っていた。だがゾロの持つ黒刀シュウスイが紛失したワノ国の国宝であったため、窃盗犯とみなされたゾロはワノ国全土で指名手配されてしまう。そんな騒ぎも知らず、ルフィたちはワノ国に到達。荒波に揉まれるうち、仲間とはぐれてしまったルフィは一人ワノ国を探索する。よし、やるか。 I mean, we have to go with Luffy at this point. Oh, the nigga that haven't tried new Zolo either. So...Oh, he's right there. You guys see him on the roof of that house? I guess we just completed our side quest. Panda Man located.I think after we reach about an hour, I'm going to take a break, eat some food, and then play some Dead by Daylight. 指名手配中の浪人のトーキンス、今すぐそいつを捕らえろ。はっ、おそらく浪人の正体は麦わらの一味の人、海賊狩りのゾロかと。であれば承知した。He's not a big shot anymore, let's just say that much. I don't want to ruin too much for you guys, but...あそこにいるのは、あ、ん、この声はやっぱりゾロだ。みんな一緒か。ああ、はぐれたけど、ま、やはり指名手配の浪人とは思う。お前はカイドウビーシ。お前らが来ていることは知れ渡っている。すでにドレイクがお前らの仲間を追っている。捕まるのも時間。なんだと。この国では強者につくか。金右衛門の話はこうだ、ルフィ。よし、じゃあちゃんと後で謝ろう。お前たちが生き残る確率 19%。 A 19% chance? The fuck? I don't think so. Shit, even if I pick Zoro. You know what, I should've picked Zoro though. I should've. I just play with Luffy. I gotta mix it up a little bit.Why can't I choose any of this though? Oh, that's it. Yeah, obviously. Yeah.
Oh, I just switched the attention. Jack-san からの指示。ヨロノアグロを捕らえろ。その戦況も。今すぐ引っ捕らえてきます。急いでみんなのこと言ってやんねえと邪魔する奴は全員ぶっ飛ばす。テレフォントガンガソリンガディズニーマグナムロケットZolo still hung up on this guy. I want to make sure he's fighting. And plus, I don't want the Samurai Sheik to potentially gain control of this area. play law, he didn't do that. Injection shot! Let me see, does he look good? うまくいったか。俺はここで敵を引きつける。なんだ向こうが騒がしいぞ。様子を見に行ってみるか。いや、ロボスターのボールでまだこれすごいこれ must be what it's like to be such a guy。
hold up. I got too into it. I completely missed some dialogue. Alright, so the one thing I wanted to check out was I get injured when I'm on here. I think so, yeah. Which makes sense. I mean, I know they flush out smiles. Oh wait, come over here, 15%. What you doing? なぜワノ国に入ったのか観光ではないらしい。エレファントはカイドウをぶっ飛ばしに来た。邪魔するな。エレファントだ。ギガントトーンを取り出す。ポケットエレファントだ。本気でいいか。15% my ass. That's cool. Wait, what? Take damage for Hawkins. Oh, that's right. This dude is also strong. お前たちがどれだけ強かれると、それが倒されることはない。どういうことだ？わらわらの力で、体に宿した部下たちの数だけ俺は死ねる。ストローマンは部下たちの分身だ。大きで俺にダメージはない。部下を身代わりに大した俺だ。エレファントガン。本気で行こう。ジェットスタンプガタリング。ジェットミサイル。Hold up. Alright. So we take him out, then he should be free in here. Oh no, it's the one down here. Alright, whatever.I guess it could have been both. Ursa! Elewanto Gang! Egant Tore! Wait, that's one of my favorites. That's one of my favorites. Elewanto Gang! Ursa! Elewanto Gang! Egata!人間のシャボンディ以来トラファルガーの。お前にバレる前に口を封じるつもりだったんだ。本気で行く。わらびでか。
でとう。いいか。I was gonna turn into a mouse man, but honestly, this dude's not even worth it. 本気で行こう。わらびで、これまでだ。いいか。決める。オーマンの層。まだまだ。Again? I thought we took out his Wundu. Alright. Let's take that guy out. I don't even want to bother. I can get this guy yet again. That's the conqueror. I said conquering on these noobs. Damn. どいつもこいつも不甲斐ねえな。We're about to do one too, bro. おい、ジャック。カイドウさん。あんなガキども相手に何を手こずってやがる。竜、なんだあれ。カイドウ。カイドウって竜なのか。やつの能力だ。カイドウは巨大な竜に化ける。麦わら屋、てめえ何やってんだ。おいカイドウ、ぶっ飛ばしに来たぞ。お前は。俺はルフィ、海賊王になる男だ。ゴムゴムのエレファントガン。Oh shit, well he got him.
に戻った。ゴムゴムのコングオルガー。I mean, the fact that all he did was fall backwards is not very, confident. I'm not confident we got this just yet. Just yet. の麦わら屋が一瞬で、やはり化け物か。おい、ぼーっとしてる場合じゃねえ。待て、ゾロや。闇雲に突っ。お待ちくだされ、ゾロゾロ。金右衛門。もはや和の国は敵だらけ。どこもカイドウの息。けどよ。カイドウなら、あの場ですぐにとどめを刺せたはずだ。しまって今は焦らず。くそ。桃之助様と残る皆は、合流して、おでん城に集まって一旦引き上げ、次なる策を講じようぞ。ヤッホー！ Another SMA, come on, come on.Although I do want to see how his ability works as far as gameplay. But then again, do I though? I mean, he said 15% chance of me defeating him. I whooped his ass. And that was with Luffy. I mean, I could have whooped his ass with Zolo or literally anybody from the crew. Would have whooped his ass with Chopper. 4校110のカイドウ、麦わらのルフィを捕縛。その一大ニュースは、ある情報筋から密かに和の国国外へと伝わった。ドレスローザでルフィと共闘し、麦わらの一味の傘下に加わっていたバルトロメオとキャベンディッシュもこの事実に衝撃を受ける。ルフィ先輩が捕縛！？ありえねえ、何かの間違いでねえか。なんだと、麦わらが。カイドウ、それほどまでに強いとは。ルフィの身を案じる二人はすぐさま和の国に向けて出航する。カイドウ、お前、俺との約束破りやがったな。ルフィを追い、和の国に上陸寸前だったビッグマムはカイドウに出し抜かれたことに怒りをあらわにする。一方、海軍本部は和の国が世界政府非加盟国であるとして黙殺を決め込む。しかし事態を重く見たフジトラはある密命を下す。麦わらがカイドウに捕まってビッグマムも黙ってないでしょう。すでに和の国に上陸寸前って報告がある。四皇同士の激突が世界にどんな影響をもたらすか分かりやすい。和の国で麦わらの一味の支援をしちゃくれやせんか。あの連中とまた手を組むのは正直うんざりだが、あんたの頼みとあっちゃ仕方がねえ。だがそもそも和の国は国外との交流を断った鎖国国家である。かすかではあるが、情報が流出したのはある海賊の陰謀によるものだった。ハハハハ、下準備はうまくいった。
だがそう焦ることはねえ。おい野郎ども、出航の準備だけしておけ。そして動き出す者がもう一人。さて、そんじゃ向かうとするか。あまたの強者が続々と集結する和の国。今ここで一大決戦が幕を開けようとしていた。こうしていられない。待ってろルフィ、俺が必ず助けてやるからな。I have nothing to say. I don't know what the hell is happening. In the anime, Bartholomew and Cavendish was not there, so that's why this is gold. Oh, I can't even play Usopp. What the hell? I haven't played Cavendish, but I don't feel like I have. All right, let's play with Sanji. オーダー受けたまわりました。Yeah, I like Sanji's moves. They're very smooth. Where the hell could he be hidden? It's not much. It's not even close. Oh, he's right there in the background, all the way in the cover.Under the pagoda thing, the red fence under it, you see it? Pretty much that we won the side quest. This is taking a minute though. That watermelon looks kind of good. しかし見れば見るほど陰気な場所だな。ここには我らが主君光月おでん様が残した名状がござった。今や見る影もないが。Yeah, it just looks like crap right now.みんな暗い顔して。さてどこ。麦わら屋がカイドウに挑んでやられ、こうなっちまったら潜伏する意味はねえな。これ以上敵に手を打たれる前に動くべき。 No, I remember. He does get captured. I forgot. 何にせよ麦わら。なるほどな。薄霊や、今お前らに構ってる時間は。I don't remember Smoker and Toshigi being there though. 待ってください。Or Bartholomew. あなたたちと争いに来たわけではありません。協力だと。また海賊と手を組むなんざ不本意だな。お前ら、四皇ビッグマムとその部下たちが。ビッグマムがワノ国に？海軍の目的は四皇の衝突を最小限に抑えることです。そのために。我々が派遣されました。しかし麦わらがカイドウの元にいたんじゃ。私たちも麦わら救出に協力します。またお前らの手を借りるのは尺だが、ビッグマム、ビッグマムが和の国に接近していると知れば。ああ、その隙をついて。久しぶり。お前らどうしてって、ルフィ先輩を助けに来たに決まってるべ。君たちは知らないだろうが、麦わら捕獲の事実は。ルフィ先輩および一味の皆様のピンチとあらば駆けつける。誰だお前ら。
ちょ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 、うわっ、なんだお前、騒がしいな。何があった？さあさあ、サンジ先輩、ナミ先輩に、ブルック先輩も、ドレスローザでお会いできなかった皆様とのご対面。麦わら大船団ね、助けてくれるなら心強いわ。俺絶対ルフィ先輩たちを助け立ちますから。おいだな、そのサインくれますか。いや、ください。君は本当に品がないな。少しはこの僕を見習って。なんだかキャベツか。こいつら本当に頼る。皆さん、部下から報告です。タシギちゃん、ありがとう。俺たちも動くなら今だな。うおー、待っててくんろ先輩方。必ずや一刻も早く。Also, we're going to skip the whole, you know, Luffy's in jail and gets trained, becomes stronger for it kind of arc. Alright, here's...船長がどこに囚われてるか知ってるな。知りません。ただ向こうの方が警備が厳重だから、もしかすると。エポールコートレットセル、トリエエポールアケイエーブル、トリエエポールコートレットリアルショット、エポールアケイエーブル、いくら倒せもキリがねえ。奪い取っちまうべ。エポールコートレット、エポールコートレット、トリエエポールコートレット、リレショット。麦わらの奪還は連中に任せときゃいい。俺たちは敵を足止めするぞ。
スモーカーさん。急がねえとビッグマムが来ちまう。多少の手荒な真似は仕方ないわね。Alright, okay. Let's focus on capturing this spot first. Alright, now let's go back here because,待っておれ、ルフィ。
コートレット、フレッシュトリエ、エポールコートレット、フレッシュショット、ランチャー、トリエ、エポールコートレット、セル、ランシェスト、ライト、エポールコートレット、セル、ランシェスト、ライ。I wonder why I took all the offensive moves. I'm pretty sure.珍しいね。俺の本に入れてやろうか。
出さねば。これ以上トリューで許しません。ヒールシュート。自慢の部下を。ガキどもはどうした。息子たちを呼ぶまでもね。この手で麦わらの首を取ると決めたのさ。Pretty much a dead end. しゅうか。俺たちはこの建物を守ってただけだ。
俺が出る。あら、すごいことになってるな。なんかお前すごい。ああそうだ、俺も手伝っとくか。自慢の剣も固めて砕けばそれまでだ、エロリ。やってみろ、固まる前にぶった切ってやる。エフォンコートレット、ワイト、ストライク、エフォンコートレット、セル、結婚式を台無しにしてくれた礼だ。とびっきり甘いキャンディーマンでやるよ。甘みは人を苦しめるためのもんじゃねえ、幸せにするもんだぜ。行きますよ、シャトル。トリエ、エフォール、トーン、トリエ。お前らのせいで麦わらに連れ回されてひどい目にあったんだよ。そりゃこっちのセリフだ。バンク、なぜ。まあお前たちと同じだ。両方同士の衝突を最小限にしに来た。不穏な動きもあるしな。我我这个把克罗斯克罗斯克将我破坏干净了。ママになんて報告する。行きますよ。Oh!
ざと。カタクリお兄ちゃん黙ってないからね。 God, tell me I never have to deal with Belay ever again. What? I'll do the side mission. I'll do it. カタクリ、こいつは強敵だ。油断するな。エフォールコントレット、セルフ。よし、エフォールコントレット、セルフ。ナイス。ランチェス。Kataguri's ass, and let's get that. And I feel like we're pretty much done at this point.
後でちょっと時間くれるか。 We're the greatest。 元海軍大将が俺に何の用だ。お前と話すことなどない。まあそう言いなさんな。アンちゃんの海賊団の今後に関わるかもしれねえ話だ。どういうことだ。You know what? I honestly expected the time to be a lot worse, so I'm satisfied with that. Manyawanakataka. Luffy was already in Onigashima. Hayaku nantoka shinei to. Yonkou no chokusetsu.お兄ちゃん、もう足止めはこれくらいで十分でしょ。ペロス兄も鬼ヶ島へ向かったし、私たちも早く行く。待て、ブリュデ。話とは何だ、青キジ。まあ、落ち着きなさいよ。時にアンちゃん。どういうことだ。仮にだ。ビッグマムとカイドウがこのまま潰し合って、例えば、他の四校。特に最近よ。まさか黒ひげか。青キジ、そういう可能性もあるんじゃねえかってことよ。そうなったら麦わらどころじゃなくなるんじゃねえか。まあどう判断するかはお前らで決めな。忠告はしたぞ。お兄ちゃん、カイドウに黒ひげまで加わってはさすがの、そうなる前に俺たちで麦わら。So I'm gonna call it a day. Oh, what? I'm definitely gonna pick up a kid, obviously. But no, not right now, because we are gonna call it a day. So thanks for watching, really appreciate you guys. And you guys have any suggestions on what games I should play, just go ahead and let me know.